すずめさんのドジがあんなにすごかったなんて、おかげでひどい目に遭いました。これからのお手伝いのことを考えると対策を考えた方がいいと思います。何かいいアイディアはありませんか？それだとまた過密まみれにされちゃいます。ううん、今度は肥料をかぶせられちゃうかも。そんなの受け入れたくありませんから。すずこれか、その発想はありませんでした。でも具体的にどうすればいいんでしょう。そこまでは思いつかないですよね。でもアイデア自体はいいと思います。村長さんとか大人の人にも相談してみますね。すずこれ、困った時に開き直るのは良くないことだってお母さんが言ってました。ちゃんと考えないとダメですよ。すずめさん、本当に優しい人なんですね。調子の悪いリュウジさんのためにお茶会を開くなんて。もしもあなたがリュウジさんみたいに元気がない時はどんなことをされたら嬉しいですか？え、そう思って一緒にいてくれるだけで自分の気持ちも楽になる？なんだか大人みたいな考え方です。でもすごく納得できました。言われた通り元気になるのを信じてお手伝いを頑張ります。もしも、もう甘えん坊さんですね。そんなことを言うから変態不審者さんだって思われちゃうんですよ。してあげますけど。もしも、リュウジさんの真似をしても元気にはならないと思いますよ。逆にお花に栄養が吸われちゃいそうです。お披露目の時は恥ずかしかったですけど、この花衣装本当に素敵だと思います。すずめさんにアレンジもしてもらいましたし、本当にちゃんと似合ってますか？今は二人だけなので本音を教えてください。真剣な顔でそう言われるとちょっと恥ずかしくなってきました。感想ありがとうございました。嬉しかったです。おひろさん、そうですか。他に誰もいないのにそう言ってくれるってことは信じても良さそうですね。ありがとうございます。お披露目さん、
あなたはダメダメ変態不審者さんです。私が子供だからってバカにしてますね。そこの雑草でも食べててください。リュウジさんなんですけど、村長さんはどうしてあんな変態不審者さんみたいな格好にしたんでしょう。村長さんもそんなことを言ってましたけど、あんまりプリッチーにもラブリーにも見えません。リュウジさんなんで、私もそんな気はしてたんですけど、もっと優しい言い方をしないとダメですよ。リュウジ、あんな格好じゃなかったらみんなもっと怖がってた。確かにリュウジさんが普通の格好のままであの話し方だったら怖いって思っちゃったかもしれません。村長さんなりに気遣ってのことだったんですね。教えてくれてありがとうございました。スズメさんの説明書は大成功でした。これならもうドジで作業が滞ることもないと思います。ちょっと思ったんですけど、もしスズメさんじゃなくて私の説明書を作ったらどんな感じになるんでしょうか。それって私が面倒な子だってことですか。納得できない感想なので、どうしてそんなにページが必要なのかちゃんと言ってください。ちょっとえへへ、当然ですね。耳も少なくて済むと思いますけど、みそぎはいたずら好きだからもっとページが増えそうだな。ちょっと なんでそんなページが必要なんですか。だいたいいつも子供扱いしないでくださいって言ってるじゃないですか。そのなでなでするのが絶対ダメじゃないですけど、なでなでしてほしくない時としてほしい時があるというか、確かに説明書が必要かも。フラワービレッジって本当にお花でいっぱいの村なんですね。あなたは好きな花ってあるんですか。スズメさんみたいな、明るい雰囲気のお花ってことですか。確かに飾ってあったら元気が湧いてきそうです。フラワービレッジ、何を言ってるんですか。意味がわからないですけど、ちょっと変態さんっぽいですよ。でも嬉しくないわけじゃないです。ありがとうございます。
そういう意味で聞いたんじゃありません。この村では何でも口に入れないでくださいね。赤ちゃんじゃないんですから。フラワービレッジでのお手伝い、もうすぐ終わっちゃうんですね。寂しいですけど、いい思い出になりました。ミミやミサギにもしっかりお土産を用意して、この村の良さを知ってもらわないと。お花以外にもお野菜や果物もありますし、どれがいいと思いますか？なんでわざわざピーマンなんですか？確かに食べれるようになりましたけど、好物じゃありません。違うお野菜にしてください。フラワービミミヤン、果物いいと思います。二人とも苦手な果物って聞いたことないし、癖のあるものじゃないなら大丈夫です。でも私はあんまり果物に詳しくないので、よかったら一緒に選んでくれませんか？食べ物のことだったらあなたの方が詳しいと思いますから。ミミヤン、花束ならミミは喜んでくれると思います。みそぎはもっと面白いものの方がいいかも。花束に一工夫してあげるといいかもしれません。花祭り、初めて参加するお祭りなのでちょっと緊張してます。でもお手伝いはしっかり頑張らなくちゃ。